天敵とは特定生物の死亡要因となる生物種のことである。生物学以外では不具体点の敵、自分が苦手とする人という意味などで使われることがある。自然生態系では生物は空食食われるの関係でつながっている。ここで空というのは必ずしも捕食を意味するものではなく、規制であっても相手を殺す規制になればそれも含める。 例えば寄生鉢のような捕食寄生のものや病原体も含まれる。そのような生物を食われる側の生物の天敵と呼ぶ。実際の生物群集では、あるものを食う生物が一つしかないことは少なく、それぞれの生物は複数の天敵を持つ。ただし、食物網の高い段階のものでは、天敵種が少ないものも存在する。生物群集では、 これらく食,食われるの関係が複雑に組み合わさって各種生物の個体数は長期的にはおおよそ保たれている。どれかの種が増えればそれを捕食する点滴が増加し結果としてその種を減少させる力がそれまでより強まるからである。逆に点滴が増えすぎた場合も捕食される生物の不足などの諸要因により数が抑制される。 人工的環境である農地では人為的格乱による天敵種数と個体数の減少により害虫が大発生することがよくある。また外来種のようにそれまでそこにはいなかった生物が侵入した場合にも天敵の不在により外来種の大発生が引き起こされる可能性がある。農業生態系においては自然生態系よりも害虫の大発生は起こりやすい。 一例として、海外から外中の実が侵入した場合がある。天敵は侵入しないで、外中の実が侵入した場合は、トップダウンの外中抑制効果がない状態であり、この侵入外中は多発性する。この場合は、侵入地の生態系が乱れる可能性があり、侵入種の攻撃対象が農作物の場合は、多大な農業被害を受けることになる。 しかし、侵入した土地において、侵入種の防除のために農薬を広範囲に散布すると、農薬の批評的な影響によって、生物症がさらに拡乱される可能性もある。そのため、侵入した害虫がもともと住んでいた場所から、有力な天敵を侵入地に導入することで、侵入害虫を特異的に防除する場合がある。このような害虫防除法は、 侵入地での個体群の定着を目的としているため、永続的な効果があり、伝統的生物的防除と呼ばれている。侵入種を特異的に防除できない場合は、過去の事例から生態系への悪影響を及ぼす可能性があり、近年では生態系への影響を評価した上での点滴導入が推奨されている。一方で、農地における人為的格覧により、 外虫を抑制する特定の点滴種が欠乏、または欠落している場合は、人為的に点滴種を離して、補助で飼う場合がある。この方法は、歴史上2番目の点滴による外虫防除技術となり、放し外造教法という。放し外造教法には、2種類あり、少しだけ離して点滴が増えた頃に外虫を抑制する方法と、大量に離して、 すぐに害虫を防除する方法がある。前者を摂取的放し害と呼び、後者を大量放し飼いという。日本では点滴利用といえば一般的に摂取的放し害のことを指しており農薬を使わないという環境問題の解決手段としてよりは農業従事者に好まれる省力化技術として施設栽培を中心に徐々に普及している。 三番目の点滴による外注防除技術として土着点滴の保護利用がある。この方法は、補助やその周辺にそもそも存在する点滴を呼び込んだり、数が増えるように植生などを管理したりする方法である。現在、この方法に注目が集まっているが、外注防除技術として確立しているとは言えない状態である。 伝統的生物的防除や外来種の放し飼い増強の場合は標的の侵入種を特異的に攻撃しない天敵は非標的に他の生物を攻撃するため生態系に悪影響があると考えるのが一般的である。しかし現在では導入しようとしている天敵の攻撃範囲をあらかじめ調べることが推奨されているため 生態系に悪影響があるような点滴の導入は、非現実かつ皆無である。マングースなどの哺乳類の導入は、その植生幅が広く、批評的に生物を捕食するため、一般的に生態系への悪影響があり、現代では推奨されていない。また、接触動物の導入の場合は、侵入害虫による、 生態系への悪影響を防いだ例の方が圧倒的に多く、外来種に対する対処的手法としては農薬散布よりも重要かつ効果的である。また、外来種に対しての現実的防除手法は点滴を利用するしかないのが現状である。ありがとうございます。